どうも、デラキラスです。さあ、見ての通り、皆さん、これが何だかわかりますでしょうか？つぶらやプロダクションと書いてありますね。そうです。つぶらやから何か封筒が届きました。一体これは何なんでしょうか？いや、もしかしたらこれはつぶらやじゃなくてマイティジャックのロゴかもしれませんね。まあ、つぶらやって書いてあるんで、つぶらやなんですけど。株式会社つぶらやプロダクション。中には、一枚の紙が出てきました。さあ、一体何が書かれているのでしょうか。ドドーン！ウルトラマンライジング、プレゼント当選のご案内！この度は、ハッシュタグ、パパはウルトラマン、ネットフリックス映画ウルトラマンライジング、感想投稿プレゼントキャンペーンにご参加いただき、誠にありがとうございました。厳正なる抽選の結果、ご当選されましたので、エミ限定ミニフィギュアをお送りさせていただきます。今後とも、ウルトラマンライジング、および、つぶらやプロダクション作品、噛んじゃった。つぶらやプロ作品をよろしくお願い申し上げます。2024年8月吉日、株式会社、つぶらやプロダクション。はい、ということで、なんと、ドーン！こちらの、ウルトラマンライジング、エミ限定ミニフィギュアが、当選しました！やったー！いやー、やってみるもんですね。こういうね、なんかツイッターとかのさ、プレゼント系は結構ね、やるの好きなんですけど、当たっちゃったーということで、もう、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、なんて言ったって限定ですからね。これはね、やっぱ嬉しいですね。はい、そして当選したフィギュアがこちらとなります。たったらーん。ウルトラマンライジング、そしてエミのフィギュアが入っております。どうしようか。開けたいよね。せっかくだから開けたいよね。綺麗に戻せるかな。まあ、多分、これぐらいだったら戻せるか。開けてみようか。あ、ちなみに裏側こんな感じで、ウルトラマンライジングのキービジュアルとね、エミがわーってなってる。こちらが台紙になってますね。はい。ということで、ちょっと綺麗に開けていきましょう。こういうの開けるの、綺麗に開けようと思うと、まあ、あーでも、こういう系か。こういう系だったら、ああ、大丈夫だ。多分、この後も綺麗にしまえる。やっぱりね、怖いっすよね。こういうの開けるの怖いっすよ。ああ。はい、開けてみましたー。たったらーんと、こちらがエミミニフィギュアとなります。はい、全体がですね、ピンク色の成型色になっているんですけれども、いや、あのね、これ造形めちゃくちゃ細かいですね。エミのその鱗感とか、すごいね、細かく表現されててね、ウィーとわかりますでしょうか。すごいね、小さいフィギュアではあるんですけど、めちゃくちゃね、造形がね、細かいですよね。なんかこれのフル塗装フィギュアとかもね、欲しくなっちゃうような、それぐらいなんか造形が、とってもね、細かいですね。ヒレのさ、この辺のさ、筋張ったさ、造形とかさ、この辺すごい細かくないですか？あ、これぐらいのね、なんかフィギュアね、小さくてね、可愛らしいですしね、いいですよね。尻尾もね、ちょこーんと出ていて、はいはいはい、こんな感じ、ぐいーっと。まあ、基本的に塗装はね、もちろんないんですけれども、すごくですね、造形が凝ってますね。ほっぺのぷくーっとした造形とかもね、細かく表現されてますし、可愛らしくね、作られてますね。いや、すごくいい。ほっぺがすごくいいね。こんな感じで。で、ミニフィギュアっていうところなので、ウルトラマンアークのフィギュア。並べてみるとこれぐらいのサイズ感で、結構ね、小さいですね。メカジャイガントロンと、こう並べてみてもこんな感じで、かなりサイズ感はほんと小さいですね。はい。あとちょっとね、首ね、横ね、向いてるんですよね。首横向いてて、表情がついてる感じで。この辺もいいですね。はい、そしてちょっとうっかりとメカジャイガントロンのソフビのレビューも、ちょっと気を逃してしまったのですが、せっかくなのでこちらでね、ちょっとついでに紹介したいと思うんですけれども、ちゃんと買ってはいたんですけど、完全に時期を逃してしまいましたね。いや、映画ね、見た時はね、あ、メカのジャイガントロン出てくるんだと思ってめちゃくちゃでびっくりしましたよね。すごいね、やっぱかっこよかったですし、ただ、
これさ、人間がさ、作り出しちゃったっていうところだからさ、なんかちょっと、メカレーターじゃないけどさ、いや、ちょっと、まあ、地球人なりの、まあ、人間なりの正義があるとは言っても、ちょっとノワール星人みたいな感じになってきちゃってね、怪獣をメカにしてしまうみたいなね、ちょっとメカレーター的な感じになってて、ちょっと、なんか、ゾクゾクっと怖いような感じがしちゃいましたよね。そんな、メカジャイガントロなんですけれども、基本的にまあ、グレーのね、成型色でね、表現されていて、もうちょっとギラギラのね、シルバーだったらね、かっこよかったなっていうところもあるんですけれども、うん、ただすごい武骨な感じがとてもいいですね。はい、グイーッと頭の感じとかもね、かっこよく表現されていて、よいしょ、まあ、ジャイガントロン時代ですね、めちゃくちゃね顔がねかっこいいですからね。うん、で、羽の部分もちょっとグレーな感じでね、塗装が入ってたりとかして、まあ、よく言えばね、アースとか、ちょっとそういうのでもね、欲しいかなっていうぐらい、フォルムがね、かっこよかったんでね、ソフビでもいいんですけど、アーツとかでもちょっと欲しいなとかね、思っちゃったりしますね。こんな感じで。横幅が結構あるので、縦はあんまりないんだけど、身長はあんまりないんだけど、横がね、結構ありますから。この辺ね、迫力はありますかね。うん、この翼がね、バッと羽ばたいている感じとかもね、表現されていて、タグカードがこちらでございます。 Netflix ウルトラ怪獣シリーズ EX メガジャイガントロン、身長42メートル、体重7万トン、必殺技がメキルミネセントブラストでございます。メキルミネセントブラスト、難しい名前ですね。このイラストすごいいいですね、かっこいいですね。あー、でもやっぱ CG のね、このアニメだからこそね、このシャープなね造形がとてもいいですよね。やっぱソフビだとその辺のシャープ具合がちょっと再現難しいかなってところはあるんですけどね。まあ、せっかくね、メガジャイガントロンまで出たんだったら、ダットの方までね、ソフビでも出て欲しかったですけど、ダットはソフビ出ないんですかね。アーツではね、出てるので、まあ、出るので、予約してるんですけど、せっかくだったらね、ウルトラダットもね、ちょっとソフビ欲しかったところありますよね。はい、ということで、今回はつぶらやプロから謎の荷物が届いたぞということで、ウルトラマンライジングプレゼントキャンペーン当選しましたという動画でございました。はい、ネットフリックスでは、現在ウルトラマンライジング配信中ですので、まあ多分この動画見てる方はほとんど見たよっていう方が多いと思うのですが、ウルトラマンライジングぜひぜひ見てみてください。まあ結構ウルトラの小ネタが多かったり散りばめられていたり、あとはストーリー的にも、まあ、ちょっとやっぱコスモス的な雰囲気を感じつつも、今までのウルトラとはまた違ったアプローチのね、物語の進み方とか、最後、そういうことなの、そこと戦うのみたいな、結構ね意外だったところとか、あとはね、まあ今後ね、ウルトラマンライジングがね、まあ、この映画の作品だけじゃなくて、まあ、今後なんか別の展開とかもね、なんかやるんじゃないかな、やってくれたら面白いよなとか、なんかちょっとそういうね可能性というか雰囲気、まあ、ライジング2とかね、なんかそういった雰囲気も感じるので、ちょっとまあ今後のねウルトラマンライジングのね動きもまあちょっと楽しみにしたいなとはね思いますね。まあ、なんですけど、ちょっと待ってね、僕ね、アーツのね、ウルトラマンライジングをですね、変えてないんですよ。ちょっと予算の都合上で、変えてないんですよ。絶対買うんですけど、ダッと予約してるしね。絶対買うんですけど、ちょっと待って、変えてなくて、早く買わないとなと思ってます。はい。ちょっと、はい、早くライジングのアーツも買って遊びたいと思います。はい、ということで、以上、ドラキュラスでした。それでは、バイバーイ。